こちら、かわいもんどです。やるご神事と、ぶちかす。はい、ということですね。え今日も、SSR セルティメスの時間がやってまいりました。こちら、SSR セルティメス代表、かわいもんどです。全集主流カレットの建設会館館長でもあります。武道とご神術、双方の観点から見ることができます。ぜひともですね、よろしくお願いいたします。 はい、えー、まずですね、紹介させてください。えー、総合インストラクター講座オンラインですね。こちらの方、今やっております。ぜひともす入会していただきたいと思います。ご真実のインストラクターを目指すことができます。オンラインで講習が受けられます。そして、その中に、 SSR セルティフェンスも入っております。ゴシン術講座、私は担当しております。ぜひともですね、凶悪犯罪対応、ゴシン術講座、受けていただきたいと思います。オンラインで受け入れます。よろしくお願いします。はい。そしてですね、こちらですね、リアルゴシーツブーチカマースバイ、かわいいもんどう,うちの娘のサイン入っております。うちの娘が作画担当しました。そしてですね、こちらの方も、特製 T シャツ。 怖いの怖いなぁ。怖いの怖いなぁ。うざいのうざいの、稲川モンド T シャツとなっております。ね。こちらね。えー、かわいいモンドのキタンっていうスピンオフのね、方から出てきております。ぜひともこの特製 T シャツを購入していただきたいと思います。あとはリアルゴシンソブーチカマス、エスゴシンソブークコワース DVD、こちらの方も出ております。最新作となっております。その他、ゴシング術 DVD、そして、キー管理術 DVD など出ております。ぜひともですね、ストアーズさんの方からですね、購入していただきたいと思います。詳細は説明欄から入ってください。よろしくお願いします。 はい。あとはドネーションですね。寄付の方も受け付けております。ぜひともですね、サポートしてください。モチベーションが上がるということは、どんどん講習、講座が公開をすることができる。ぜひとも皆様サポートしてください。よろしくお願いします。はい。 ということですね。えっとですね、今日のトピックなんですが、えー、っとですね、これはですね、まあこれ言わなきゃいけないっていうことも私多分あると思うし、ね。で、えー、スローニンさんからまた来たんですけど、スローニンさんちょっとメールで送っていただくといいんですよね、これ。メールで送っていただくといいんですよ。なぜかっていうと、やっぱりね、見た人がどういうふうに受け取るかっていうことが非常に重要で、私だったらやっぱり5万回以上超えてるじゃないですか、視聴回数だね。 え、月5万回以上行ってて、ね、3600時間かな行ってる。まあ8000人ですけど、登録者は。だけど視聴回数もとてつもなく多いから。えっ、ー、とですね、やっぱこれ見た人っていうことがどういう風に受け取っちゃうかなっていうこともあって、間違った情報を植え付けられちゃうと非常に困りますので、えー、そちらの方をちょっと理解していただきたいと思います。はい。ちょっとでもこれは答えさせていただきたいと思います。はい。私はその別に答えますよ。私は別にその逃げたりとかしないので、はい。いいですね。えー、まあ、 ちょっと控えてくださいね。ちょっと控えてくださいね。うん。あの、どういうことなんだこれちょっと見てると、あの、例えば私のこの SSR セルティフェンスだとか、もしくは、えー、黒木代表の鶴井五さんを、こう、落とすっていうような感じにも見えちゃう。わかりますえー、なんていうのかな。グレードをちょっとダウンさせようとしてるっていうふうに見えちゃうところもあるんですよ。 見方によってはね、私はそうじゃないと思いますけど、スロ,スローニンさんは、まあ、純粋にこうやって思ってらっしゃると思うんですけど、だけどそこのとこだけちょっと考えていただくといいかなと思いますね。はい、あと皆さんがどう受け取るからかな。うん、コメント欄の方も多分言いたいことあるだろうし、スロ,スローニンさんに対して。はい。行きます。行きましょう。 ええとですね、えの地より、現れし、スローニンさん。えー、かわいさんは以前、対刃物対実の動画を公開されていました。はい、してますね。はいはい。対刃物対実はやってますよ。私、公開してますね。うん。あの、やっちゃいけねえんだけど、やるとしたら多分これぐらいしかないよねっていうスタンスですよね。で、そのことについては前回の動画のところでも言ってますよね。はい。だから、それまたリンクちょっと貼っときます。はい。皆さん、それ見ていただいたらわかると思います。はい。だわかる、私のスタンスっていうのは、SR のスタンスって多分皆さん理解してると思うので、視聴してらっしゃる方は、 はい。あれはあくまでも使えないという前提だったはずです。どういうことですか使えないという前提ですよ。はずってどういうことですかねはずってどういうことですか ?SSR、カワイモンドにおいて、えー、この、例えばこの対波タイスの動画っていうのは使えないという前提ですよ。使ったらダメなんです、基本はね。 だけど、えー、基本的にその身体奏法を学ぶためにやると言いましたよね、前回の動画で。身体奏法をやったりするって。SSR ではね。身体奏法をこう、えー、鍛えるためにやったりだとか、えー、ナイフの動きを見たりするためには非常に有効だから、そのナイフの動きだとかを結局、その、見たりだとか、身体奏法的に、えー、ナイフをこう来た時にこう動くんですよっていう、そういう意味で私を教えてるって言いましたよね。なので、そう、使えないという前提だったはずです。 はずっていうか前提ですよね。使えないっていう前提でやらないと、そもそもゴシングを使ったり、ボコタテを使ったり。あとはまあ、せいぜい行っても身の回りに。そういう使えないっていう前提っていうのは間違ってないですよね。だから、はい。身体双方としてやるって話してましたよね。基本的にはゴシングを使ったりだとか、身の回り品を使ったりだとかっていうことですかね。あと、ボコタテ使ったりっていうのが一番いいだろうっていう話ですよ。 はい。安全域ですよね。としてそれを使っていくっていう。使えないっていうのは基本的にそういうのを使うっていうことは、例えば私が考えてることは、そういうことをそういう意味で習ってたりするとかなり私は危険だと思うんですよ。なんでかって言ったらそもそもそれが出ちゃったりするでしょう。そちらの方に行かないでしょあんまり意識が。だから私はそういうのをお勧めしませんっていう SSR ですね。で、可愛いモンドとしてはそうですよ。 はい。だから前提だったはずですっていうのは、私が何か、何、間違ったこと言ってるみたいな感じで言ってますよね。そんなことはないですよ。はい。行きましょう。一方、こちらの動画では、はい。これは黒木代表が公開してらっしゃる動画ですよね。剣ご信実さんの黒木代表が公開してらっしゃる動画だから、えー、っと、使えないという前提だったはずですっていうのは、これは私は関係ない話ですよね。これは黒木代表と、えー、それから剣ご信実さんですよね。 が公開していることじゃないですか。だから私にはまず関係ないってことをまず思い出してください。分かってらっしゃいますよね。分かってらっしゃるはずなんだけど、これ。はい。だから前提だったはずですっていうのはちょっとおかしい。私とは関係がないでしょここはまずね。うん、ここは関係がないでしょはい。それから行きましょう。えっ、ー、とですね。さ、えー、ここです。で、動画があって、さも使えるかのように対刃物対実が公開されていました。はい。 これは、私は思うんですけど、五神武術として、えー、私は公開してらっしゃると思います。五神武術として公開してらっしゃるっていうのは、対刃物技法っていうものを公開してらっしゃるんじゃないですかね。もしくは対狂気技法ですね。はい。これは私たちも、えー、武道の世界ではやりますね。私何回も言ってますけど。五神体術として、まあ基本的にだって素手でやるっていうのが、例えば空手とかだったら、絶対なので、その中にサイリスプレー持ち込んでやるって言ったことないですよね。 例えば、道場でやってる時に、サイルスプレー持ってきて、あ、今日これ練習するぜなんて言ったことないんですよ、一回も。私は、基本ですよ。基本、私の SSR ですよ。護身術っていうことは基本的に持ち込まないんですよ。分けてるからね。いいですかだけど、つい護身術さんっていうのは基本的に護身武術っていうところだから、その武術というところを追求しなければいけないっていうところがありますよね。私は武術のこと追求するんだったら、武術だけばっか。空手があるから、推進流があるので、 そちらをやればいいんですよ。だからそこのところに持ち込まないんですよ。だけど、鶴井五神さんってのは基本的に護神武術っていう役割だから、えー、まあ私たちもや、やったりしましたし、やってますけど、例えばこうナイフで来た時にこう踏みさばきますよって。ブロッキングしてこうやりますよ。とかっていうのはやるんですよ、基本的に。護神武術だ、あの、まあ武術だけにね、私たちは。だけど私は切り替えて SSR のスタンスとしては、いや、これは使えませんよ。 っていうスタンスです。私たちは。だから、巨悪犯罪対応には、ゴシング術っていう話をしてます。ゴシングを使いましょう。で、かつそれはやっぱり学んでいきましょうっていうスタンスです。そもそもやっぱり学ばないことには、体が動かなかったりするから、ゴシング術というものを、SSR ゴシング術っていうものを学びましょうねっていうスタンスです。はい、だけど、鶴御神術さんのところは、基本的にゴシン術だから、えー、武術的な側面っていうのを多分強く出さないと、そもそもゴシン術とは言えないでしょう。武術的な側面を出していかないと。私は違いじゃないですか。 私は空手があるから、推進流空手があるから、そこのところでは武術的な側面ってか,かなり強く出すっていうか、もうほぼ100%に近いぐらい出してきますよ。素手のところを追求していくから、当たり前だけど。だけど、私は、私のスタンスとしては何回も言ってるけど、分けてるから、っていうことですね。だから、なぜここ一緒にしてるのは私はおかしいなと思うんですね。黒木代表の鶴御神筆さんと SSR 御神筆を完全にやっちゃってるってのはおかしいでしょ。一緒にしちゃってるのは。 総合護身で私たちはやってて、だけど私の担当っていうのは護身武術、凶悪犯罪対応の護身武術の対応です。っていうことですね。で、こちらのところでは護身武術としてやっていたりだとか、もしくは危機管理術だとか、犯罪機関理論だとか、ね。え、あと身の回りのものを使ったりしたものだとかっていうね。まあ、前回もちょっと公開しましたけど、そういったところをやって見えるわけじゃないですか、基本は。だけど護身武術になってくると私が基本的にやっているっていうことですよね。そこのところですよね。わかりますよね。はい。私は SR ですよ。 私は可愛いもので SSR ご神術ですよ。SSR セルトメンスですよ。わかりますよねスローニーさん。長いこと来てるはずなんだけどは。い。そこです。はい。サム使えるかのように大半のタ図が公開される。まあ、ここのところは説明しましたよね。はい。ご神武術だけに、こういうことはやらなきゃいけないでしょ武術的な要素っていうのがあるから。はい。そうだな。そうですね。空手の中で私たちがやってたのは、あの、これご神の話じゃないですからね。勘違いしたらダメですよ。これでそうだって。空手の中で私たちがやってたのは、 えー、基本的なのっていうのは、ついてきたものに対してこう返してやったりだとか、えー、まあ、固定、固定返しとかですよね、えー。ついてきたものに対して投げるとかあ、ついてきたものに対してブロッキングして返すとかっていうのはよくやってたんですけど、それをね。であとはそれに対する打撃とかね。動きながらそれに、の手あの持ってる手に対して打撃をクラッシュ落としたりだとかっていうことはやってたりしましたね。私はそれを使えないと思いますけど。私はね。私はじゃあそれは武術としてやってましたよ。 いいんじゃないですかね。だけど、ここのところは私が、あのね、例えばこれは黒木代表がやってみえることだし、私がなんかそこをどうこう追求することではないと思いますよ。わかりますよね。私がやってることだから、こっちは。はい 行きましょう。えー、黒木さんは刃物にはサイレスプレー一択とお考えのようですが、はい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 、はい。うん、女性受講者の方がね、あの、かけてきたときに、本当に刃物で素手でいけるんですかでいやいやいや、一択ですよっていう。サイレスプレー一択ですよっていう答えを出されてますよね。うん、私はそれを聞,聞いておりますからね、直接、はいえー。こちらの動画にはサイレスプレーを推奨するような注意書き等はありません。うん、だからこれは基本的にそこの立場として言ってらっしゃるんじゃないですかね。 結局その護身武術ということを公開してらっしゃるから、黒木代表の立場として言ってらっしゃるんだと思います。はい、そこは汲み取ってくださいね。皆さん、警察のこともあったでしょ警察のことも、ス、え、ローニーさんはいろいろ言ってらっしゃいますけど、警察官の立場も理解してくださいね。自分がこうだとかじゃなくて、警察官の立場、それから私の立場、それから黒木代表の立場、それを理解してください。大人ですからね、皆さん。わかりますよねそれは。はい。 立場を理解する。何かを言いたいことは分かるけど、その前に立場というものを理解してください。よろしくお願いします。はい。えっとですね、えー、はい、いきますね。うん、だからそういうことだと思うんですよ。立場という。はい。えー、刃物に対して手を前に出したり、掴もうとするのはご法度だったはずですが、はずですがってのは、それは私でしょそれは SSR の方ですよ。SSR の技術としてそれを私は公開してますよ。いいですかだけど、ここでちょっと私多分言わなきゃいけないことがあるとあれなんですけど、 そもそも、えー、えー、例えばこの、釣り護神術の、この黒木代表が、えー、ここのところに、例えばこれ、まあ、御神武術としてやってらっしゃいますけど、これが絶対使えるっていう考えをもしお持ちだとしたら、そもそも SSR は入れません。SSR セルディフェンスなんか組み込みません。絶対に。だって、そもそもだって油と水みたいな状態になって、 ってるでしょこれだったら、例えば、大破物に関してには、油と水みたいな感じになるでしょだから、普通だったら、普通だったらやらないです。でも、その普通ってことは私は良くないことだから、良くないことだと認識してるので、あの、普通、なんかみんな他の道場とかそうでしょ他の道場とか、他の巷元の保守団体とかそうでしょやってらあかん、ほな、ほな。毛肌は嫌や。ほんも受け入れないでしょそれ前、前回話したじゃないですか、そのと。それに対して、えー、黒木代表は、 いや、これは使えますよね。絶対やっぱりこれは必要だよなって言って出してるわけですよ。わかりますかねだから、黒木代表のお考えとしては、基本的に、ごしんごはごしんごで絶対使えるものだから、絶対これは必要だと。 だけど、黒木代表の立場として武術を追求しなきゃいけない部分も絶対的にあるから、この対刃物体術っていうのをやってらっしゃることその技術に関しては、私は SSR、SSR はこういうのがありますよって、まあこういうのとかね、ありますよっていうことで、こうですよとは言ってます。だけど、黒木代表には黒木代表のこういう技がありますよって言ってらっしゃるところだから、私はそこのところは追求はいたしません。はい。それはスローニーさんが自分で思ったらいいんじゃないですかね。はい。だから、だったはずですがっていうのはどういうことなんだろう なんか私が入っちゃってる感じになってるんだけど、私が完全に、あの、何あの、同じ何、何鶴井おしゅんさんのとこに入っちゃってる感じになってるんだけど、そうじゃないですよ。はい。別個ですよ。別個で動いてるんですよ。わかりますよ、そのことは。当たり前じゃないですか。別個で、別個で動いてるんですよ。別個で動いてるけど、私たちはガッチリ手を組んでますよ。わかりますかねそこのところ。そこのニュアンスだとか、立場っていうものを理解してください。よく言うけど、空気を読んでください。はい。行きましょうかね。 で、ちょっとここでね、言わなきゃいけなかったら言いました、今。はい。えっ、ー、とですね、えー、この動画を見た人は、この技術は使えると誤認、えー、誤認して、まあ、その人の、その人の問題だわな、それは。うん、使えるって言って誤認しちゃうのはその人のあれだよな。ちゃんとよく考えて、いろんな角度から見たら、わかることだよね。 だって、そもそも、鶴しんさんの、え、サイトを見たりだとか、え、あとは、え、黒木代表が発信してらっしゃるブログとかを見たら、わかるはずだよね。そこは。それは自分で誤認してることだから、それは自分が悪いんじゃないそんなの自分でちゃんと考える力を持ってないからそうなるんじゃない私は良くないと思う。そこはね。そこに関して。なぜかって言ったら、私が何を言いたいかっていうと、えー、黒木代表っていうのは、他に発信してるからです。それちょっと後から言いますよ。今言った方がいいのかな 今言いましょうかね。うん、じゃないと、一回一回これ区切った方がいいのかな。えー、はい。ちょっとここ言いましょうかね。はい。いきます。えっ、ー、とですね、えー、これね、2018年かな。2018年の、えー、黒木代表のブログなんですけど、すいませんね。黒木代表。<laughs> 申し訳ございません。<laughs> 一応これ、ね、言わないとわからないので、ちょっと後悔します。はい。ついごんす代表、ヒーロー黒木です。海外の面白い動画を見つけたので紹介します。 対刃物のご真実で、ついてくる相手の腕、または手を掴んで制圧するっていうものがありますが、現実に相手の腕を掴むのは難しくて、想像できません。いいですかねうん、うん、まあそうですよね。こうやってやったりするやつ。こうやってやったり、こうやってやったりするっていうのは、これは自然な動作なんですけど、こんなことできませんよねっていう、これは黒木代表の視点としておっしゃってるんですよ。いいですかねはい。海外のご真実の動画で、相手の手首を掴んで華麗に制圧しているのをよく見かけます。 うんうんうん、こうやってやってかね。うん、中にはナイフをさっと奪い取って相手を切っているものもあります。あ、こうやって,キュッてやって、キゃッゃャッチャッチャッ。いや、ありますよね、うん。確かに見栄えはとてもいいですよね。しかし、現実にそれが実践で通用するかはわかりません。いいですね。相手もむちゃくちゃついてきますからね。その腕を掴もうとしてもなかなか思い通りにさせてはくれないでしょう。はい、実践ごしに剣の対刃物技法は、相手の、つか、相手の腕を掴むよりも、 腕全体を使って相手のついてくるベクトルを変えます。これ多分分かりますかね言ってることが。ベクトルを変えるっていうのは、これは武術的な側面のお話をしております。私も武術的な側面としてのお話として理解しております。いいですか心勘違いしたらダメですよ。すぐい勘違いするよ。使えるとか使えねえとかいう話を持ち出す人がいるので、頭使ってください。 ベクトルを変えるっていうのは、ついてけたものに対して、ベクトルを変えるっていうのはこの、例えば力がこっかかってるじゃないですか。それに対してちょっとだけ変えるってことですよ。あの、知って、あの、相手の一つの力とか、切りつけとかを、ベクトルを変えるから、ベクトルを変えるとスルーしていくっていうこと。わかりますよねこんな簡単なことと。だから、そこを黒木代表おっしゃってるんですよ。武術的な観点として、武術的なお話してるんですけど、 え、受けると次が来ますが、ベクトルを変えると次の動作が遅れるので、瞬時に当て見、打撃を顔面に入れてエースケールする。だからベクトルを変えてから多分入れるってことでしょうね。変えてから入れず、まあ多分ここを使うとかってことかな。はい。私は、あの、ご真実っていうことだから、もう中身言いますけど、私のところに来ないんでくださいね。<laughs> 私のことに、私のところに来ないんでくださいね。わかるだろうから。はい。 だけど、ベクトルを変えていくっていう、武術的な側面のことで話をしてるんだから、例えばスローニーさんだったら武術的なことを理解してらっしゃいますよね。やってますよね。だったら、ここのとこは興味出てくるでしょ私は出てますよ。興味出てますよ。ああ、ベクトルを変える、そうだなって、こう掴んだりするっていうのは非常に多いから、今日はベクトルを変えていくっていうのはわからんでもない。そう、そうだなって。うん。 うまくいけば、その腕を巻き取って制圧することもできます。たまたまの流れで掴んじゃったということもあるので、その時の呪術技法ももちろん教えていますけど、ということで、えっとですね、動画がこう貼ってありまして、あの、これよく出てくるやつなんですよ。はじめにこうやってこうやってやったりするけど、こうやってやってこう。だけど、次の動画ではめっ差しになってるってやつがあるんですよ。はい。これちょっと見ていただいたらわかる。まあ、これもリンク貼りますね。まあ、これは結局、その、ついご真実さん。 っていうものが、黒木代表ご自身がですね、排気技術的なあれですかね、の側面だとか、もしくはフルコンをやっぱりやってらっしゃるので、打撃的な側面とかっていうのも入って、要は武術的な側面っていうのは強く出てると思うんですけど、えー、そこでのお話ですよね。だと私は認識しております。いいですかいいですかいいですよね。だから武術的なところっていうことですね。いいですかでですね、もう一つちょっと、これちょっと聞いてください。いいですか、えー、もう一つあるんです。これブログがあって、2020年のブログなんですけど、 えっとですね、つるぎご新人代表、ヒーロー・クロッキーです。世の中には防犯ブザーやサイルスプレーなど様々なご新グッズがあります。はい。えー、っとですね、えー、しかし、あ、これは2018年かなすいません。2018年ですね。うん。世の中には防犯ブザーやサイルスプレーなど様々なご新グッズがあります。しかし、普段からご新グッズを持ち歩き、さらには素早くそれを取り出して使える人が一体どれくらいいるでしょうかいいですかね。いいですね。これ分かりますよね。 五神グッズをいつでも使用できるように訓練を積むのが理想ですが、多くの人がそのようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。今後、五神グッズを使ったセミナーも開催予定ですが、まずは身一つで危機的状況からエスケープできる訓練をするのが先決だと思います。いいですね。わかりますよね。だからこれは黒木代表の立場としておっしゃってるわけですからね。 いいですかあと、五神武術の話も出ました。いいですね。で、そこでこの五神グッズの話をしておりますよね。で、身を一つで守るということは重要だと思いますと。これは私の観点ではないですよ。私の観点ではないですからね。これは黒木代表の観点ですからね。いいですね。はい。で、五神武術、それには素早く取り出して使える人が一体どれくらいいるでしょうかっていう、まあ、まあ、素朴な疑問としてってことですよね。はい。でですね、このもう一つあります。 これが2020年ですね。これが私が出てきている時ですね。はい。行きましょう。鶴井御神術代表、ヒーロー・クロッキです。本日は、総合護神インストラー調整講座で、河合モンド代表の護神具術ベーシック講座を実施しました。凶悪犯から実際に身を守るためには、護神具の知識や使用法を専門的に学ぶ必要があると感じます。特に、サイルスプレーは、殺傷力がないのに、屈強な男が身動きできなくなるほどの威力を持っています。 河合代表がおっしゃっていましたが、強力な武器だけに拳銃と同じように取り扱いには十分注意しなければいけません。うん。これ管理の話ですね。はい。これはずっと言ってますよね。この辺を自己流にしてしまうと事故が起きるわけです。はい。これを私納得です。はい。時々ニュースでも見かけますよね。 ご審具は専門家からちゃんと学ぶべきです。はい。これ私がずっと言っております。ずっとあります。だから DVD だとかいろんなものを公開してるのはこういう理由です。いいですね。皆様、購入するのはまず持ってなきゃいけない。これ私言ってます。まず持ってないと始まらない。だけど、技術をしっかりと学んでください。ぜひとも DVD を購入していただくか、ダウンロードしていただくか、もしくは総合新査ラ講座、オンライン受けていただきたいと思います。いや持ってら大丈夫やん。やめてください。はい。まず管理をすることから学んでください。 よろしくお願いします。はい。総合ご神したら養成講座を受講すれば、ご神具の専門的な知識、使用法、身体運用法等を2日間で、ね、学ぶことができます。これはこの当時のやつですね。私が言ってた時なので、もう今あれですけど。はい、ご神のプロフェッショナルを目指す方は、日本で唯一の養成講座をぜひ受講してください。お待ちしております。男気マックスですね。はい。っていうことですよ。いいでしょうかこれね。わかりますよね。どういうことかっていうの、わかりますよね。 はい。だから、これも、これを見たら、ね、え釣、ー、りご真実、えー、黒木代表がですね、何を考えてらっしゃるかって、たぶわかると思います、これで。わかりましたかね私が言ってたことそのものになってるでしょずっと言ってたことそのものじゃないですかこれ結局は。わかりますよね結局、ここなんですよね。えー、と世の中には防犯部材やサイドスプレーなど様々なご神グッズがあります。しかし、普段からご神グッズを持ち歩き、さらには素早くそれを取り出して使える人が一体どれくらいいるでしょうか ゴ神具といつでも使用できるように訓練を積むのは理想ですが、多くの人がそのようになるにはまだまだ時間がかかりそうですっていうのは、その後に繋げていくと、さっきの私の、総合シンストラ養成講座のお話に繋がっていくわけですよ。いいですね。えー、共和から実際に身を守るためには、ゴ神具の知識や使用法を専門的に学ぶ必要があると考えます。特にサイルスペルは殺傷力がないのに、屈強な男は身動きできなくなるほどの威力を持っています。河合代表はおっしゃっていましたが、強力な武器だけに、検事と同じように取り,取り扱いには十分注意しなければいけません。 ですね。この辺を自己流にしてしまうと事故が起きるわけです。時々ニュースでも見かけますよね。ゴシングは専門家からちゃんと学ぶべきです。っていうことですね。はい。ここです。ゴシングの専門的な知識、使用法、身体、運用法。いいですかね。ぜひとも学んでいただきたいと思います。はい。ここに至りました。でですね、これはですね、鶴御神通、西宮かな西宮道交会代表、小西さん。っていう方ですね。 兵庫県西,西宮市で、えぇ、ー、ケ、鶴木ご神術、えー、西宮土工会を発足しました。弱者のためのご神術、対立のご神術、また、驚愕として、えー、犯罪者からの事前警戒や危機管理術、催涙スプレー等のご神術を総合的に学ぶことができます。あなたも一緒に剣木ご神術を学んでみませんか小西正則ということで、この方ね、えっ、ー、とですね、兵庫県の方ですね、はい。今これ指導してらっしゃる方なんですけど、 えー、だからそういうことですよ。これ釣りごさんの方ですね。釣りご進出関連の方ですね。はい。だから、これ分かりましたね。ちょっと長くなりましたけど、そういう観点に立って私たちは見てるし、そういう観点であるということですよね。えっとですね、えー、ほんの数パーセント生存率を上げるどころか、むしろ生造率を下げてしまうような動画を公開することは危険なのではないでしょうか。まあ、これもいいですよね。言いましたよね。はい。 ちょっとね、あの、コメントを書くときは、ちょっとい、いろんな、総合的に判断をして、ちょっとコメントしていただきたいと思います。いろんな面から、私たちを、結局、その、グレードを下げるというような、風に持ってってる風になっちゃうから、気をつけていただきたいと思います。はい。はい、河合さんは、リアルなご真実を世に広め、エセご真実をぶっ壊すことに強い使命感を持お持ちですね。持ってますね。はい。持ってますよね。 一応このことについて黒木さんとお話、お話っていうか、別にこのところはもう私たち分かってることだからもう必要もないし、私たちはいろんなところで話をしてるから関係ないと思うんですね、もう。はい。何かね、何かを感じるんですけど、スローニンさん大丈夫ですよね。掲示板との関わりは絶対ないですよね。はい。ない、ないですよね。ないですよ、これは。はい、あ。 いやいや、なんか、ちょっとなんかね、前回、前々回という、ちょっと流れがどうなのかなっていうのがあるから、はい。ちょっと皆さんも、ちょっと思うところがあったら、えっとですね、これはね、私が公開した黒木代表の動画ですよ。黒木代表が出てらっしゃる写真として、サムネで出てらっしゃるやつなんですけど、ここのところにコメントをいろいろ書いていただきたいと思います。ど、どう、どう考えてみえるかっていうのを、はい。用意します。はい。 ねコメンテーターの方も用意し,します。ね、はい。あとちょっとね、またライブでね、お話し,しましょうね。はい。っていうことですね。それは思いました。いかがでしたでしょうかまあ、こんな感じですかね。はい。ということで、今回は回答のをさせていただきました。これからもですね、SSR されフいンスそして、剣ご真実。ね。えー、剣ご真実。 よろしくお願いいたします。総合を信じたらた講座オンラインで私たちは一つになった。ぜひともよろしくお願いいたします。これからも頑張ります。ジャルゴシーゾ、ぶちかます。